ちは。今回は、私のエクストレイルのドアセンサーの調子が悪いかもしれないので、実際にどれだけの範囲を検知できるのか、そもそもセンサーの保証範囲ってどのくらいなのか、実車にて検証してみました。私のエクストレイルだけだったら、マジで悲しすぎるんだけどなー。それでは行きます。ナウローディング。まず、ドアの施錠と解錠をどうやって行うのか紹介していきます。新型エクストレイルの場合は、ドアハンドルに静電容量センサーが内蔵されているため、物理操作によってドアロックする仕様にはなっていなく、軽く手をこの3本線の上に添えるだけで、ドアロックができます。そして、ドアロックを解除するときは、先ほどの3本線は無視して、ドアハンドルに手をかけます。そうすると、ドアハンドル内側のセンサーが検知して、ドアのロックを解除できます。しかし、オーナーズマニュアルによると、このドアハンドルのセンサーから周囲約80センチ以内が作動範囲である。作動範囲は球状になっているため、地面近くや高い場所では作動しないことがあります。なんて記載があります。実際の実力はいかほどなのか検証していきたいと思います。と、その前に、そもそもどんなセンサーで検知しているのか、ドアを分解して見てみました。リアドアの内張りの裏側はこんな感じです。ドアハンドルの近くにバーみたいな部品がついていますが、拡大してみると、こんな感じ。この部品が、インテリジェントキーのアンテナになっています。実際にこのアンテナのケーブルを取り外して、内張りをドアに取り付けた状態で、外から施錠をしてみても、施錠することができません。つまり、このアンテナとインテリジェントキーで、施錠と解錠の通信をしているということですね。インテリジェントキーの調子が悪いときは、リアドアのこのアンテナの近くに、インテリジェントキーを近づけると、反応してくれるはずです。ちなみに、この部品の中央の番号を、ネットで検索してみると、同じような部品が出てきました。キーレスエントリーアンテナと呼ばれる部品のようですね。まさしく、今回検証したかった部品に関係しますね。けど、この部品の価格は、1万5000円を超えていますね。壊れないことを願いましょう。ということで、本来このアンテナから、球状に80センチの範囲が検知エリアということになりますが、今回は、実験の簡素化を図るため、フロントドアハンドルを中心に調査をします。実験するときのイメージはこんな感じね。フロントドアの静電センサー感度を確認するので、キー操作は今回しません。また、紐についた紫色の付箋の距離は、オーナーマニュアル指定の80センチとなっています。つまり、この紫色の付箋以上の距離で、施錠解除できれば、オーナーズマニュアルを超えることができます。果たして、どうなるのでしょうか。では、はじめに、キーを地面に置いた場合に、どうなるかを見てみます。反応しないですね。施錠も解錠もできません。つまり、地面にキーを落としてしまった場合、キーを一度拾わないと、施錠と解錠ができないことがわかりました。続いて、フロントドアのノブに平行にインテリジェントキーを置いた場合、施錠解錠ができるかを確認してみます。ヤマハのパワーも加わった。おお、施錠はできた。解錠はできるかな。おお、解錠もできました。80センチクリアです。では、さら25センチ距離をとって、施錠と解錠ができるかを確かめてみます。果たして、オーナーズマニュアルを超えられるのか？おお。気を取り直して、95センチの距離で検知できるか確認します。インテリジェントキーが落ちないように、そーっと行きます。はい、施錠も解錠もできました。105センチクリアです。それでは、さら25センチ距離をとって、チャレンジです。インテリジェントキー落ちないでくれ。うい。へいへい。施錠も解錠もできました。続いて、さら25センチ距離を広げて、125センチでのチャレンジです。はい、余裕で OK です。また、15センチ距離を広げてみました。こうしてみると、大人3人くらい並んだ距離ですね。あれ？検知音が鳴らなくなりましたね。125センチでは、検知できないことがわかりました。もう少し、距離を縮めてみて、どこまで検知できるのか細かく見てみます。117センチ付近にインテリジェントキーを設置しました。この距離で検知できるのか？いざ尋常に。おお、検知音が聞こえない。
ここまでか、エクストレイル。ということで、今回の検証結果をまとめると、インテリジェントキーを落として、拾わずに、ドアの施錠と解錠はできない。また、インテリジェントキーの持ち主が、115センチほど離れた位置にいる場合は、インテリジェントキーを持っていない人でも、施錠と解錠ができる、ということがわかりました。自宅にキーを置いた状態で、リレーアタックによる盗難防止を視野に入れて、このような短い距離での検知範囲としているのかと思いますが、皆さんの感想はいかがでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。